まあセラフィムだよね。いろいろ考察要素がありますと。とにかくまあ今回描かれた 2体のセラフィムっていうのがまあハンコックとミホークだったと。まあ元七部会っていう共通点があるからこそ、まあこういう想像をねする方が多いんじゃないか。つまりセラフィムっていうのは今回ハンコックとミホークだけが描かれましたけども、七部会全員分いるんじゃないかっていうね。7体なのか、新七部会回したら9体なのか、わかんないですけど、いっぱいいるんじゃねえかっていうね。まあ予想しかできないですよね。まあこれワクワクするから、このパターン小田先生描きそうだし、だからこそ SBS でね、七部会の幼少期の姿を必ず描いていってたのが、なんかこのための伏線というかね、とかだったらマジで怖いけど。で、例えばこれが現実のものとなる場合、セラフィムっていうのはとにかくルナーリア族の特徴、褐色の肌に白い髪、黒い翼っていうのを持ってる。で、これが七部会の血統因子とルナーリア族の血統因子を組み合わせて、生まれるのがセラフィムだと仮定した場合、一個疑問として出てくるのが、ルナーリア族の血統因子はあのね、アルベルの人体実験があるんで採取できるとして、元七部会の血統因子をどうやって採取してたんだっていう問題が出てくると。で、まあその科学班の SSG のまあ努力によって、なんか髪の毛一本ずつぐらいは全員採取できるんじゃねえのっていうね、なんかそんな感覚もなんかありますが、はっきりとその理由をなんかワンピースの物語っぽく、まあ、描いていくとするならばっていうね、なんかこう想像にもなりますが、鉄板っていうね、親指とかね、この辺を切って切って押していくみたいなね、契約書でそれを母音代わりにするみたいなね、そういうパターンがあるんで、この鉄板っていうのが、この文書の契約者が誠意を強く表すために自身の指をね、こう切って切ってこう押すと。だこれなんかね、義理と人情とか杯を交わすとか、そういうね、ちょっとこう極道映画みたいなね、雰囲気がワンピースの世界にもね、ちょこちょここう盛り込まれてるっていうのがあるんです。まあ鉄板は別にイコール極道じゃないんですけど、なんか描かれてても違和感はないという。七部会加入するときはこの契約書を交わして鉄板を捺印するみたいな、あるんであれば、こう全員のこうセラフィムが作れることに説明ができると。これは仮説を説明するための仮説みたいなね、話なんであれですけど、まああり得る話ではないかなっていうね、ところがあると。で、あとは作中の描写のヒントとかで言うと、このセラフィムっていうのは血統因子で作るっていうのはなんとなく分かったけど、現実的にどんな感じなんだっていうのがあるんですけど、まあジェルマのね、クローン人間を作っているあれのこう応用というか、そのまんまあんな雰囲気だと思えばいいんじゃないかみたいなね。で、あれが単純にルナーリア族のやつと七部会の血統因子を組み合わせたものっていうことで話すとすると、そのクローン、ゼロマのクローンは20歳のクローン兵を作るのに5年かかるって言われてるんで、まあ1年で4歳、2年で8歳っていうスピード感なんで、今のセラフィムのそのハンコックの様子とかミホークの様子とか見てると、まあだから桃之助と同い年とかね、もうちょっと上なのかな、なんか何歳ぐらいに見えるかって、まあもうこれ何も答え出ねえな。少年イコール8歳とかそういう描かれ方で言うんだったらね、桃之助とか。ルフィって8歳だっけ、あんだけ幼少期。10年後で17歳だから7歳とか、まあでもその辺だよね。7、8歳って考えると、まあちょうどいいというかね、2年前に作って、2年後に8歳の姿になって、今あると。で、あと1年だったら12歳の姿になるとか。今あるクローン兵の製造方法とかっていうのをそのまま設定を引き継ぐとしたら、そんな感じで説明できる。ただここにボニーの能力も絡んでるんじゃないかっていう考える方ももういらっしゃると。そうなると大型のドラゴンより小型のドラゴンの方が精度が高いとか、そっちの方が新型なんだみたいな、そういう匂わせというかね、描かれ方があるんで、あえてちっちゃく作ってる可能性もあるよ。そうなるとボニーがそこに絡んでいく。どうなんだろうな。実際にクローン兵みたいに作るんじゃないのかな。そしたらボニーが年齢を若くするってことなのか、8歳で止めるって、なんかまあ難しいな。ボニーが絡むと0歳の赤ん坊を生み出して、それを全部8歳にしていくみたいなことか。ボニーの能力で100体とかセラフィムが実はいるんだったら、確かにまあ待ってらんねえというかね。だからこっから量産することとかも、今から作ったら2年後にしか戦えないこととか考えると、ボニーがいてくれた方が、そのクローンを作って5年で20歳ってこと考えると、5年間も待ってられねえとかだから、量産するにはボニーの能力が必要みたいな。だからお前が逃げると量産できないから、逃げんじゃねえっていう話、なんかそっち系はあるかもな。有機的な感じの物体でなく、ただの金属兵器なんじゃないのか。ああ、それもパターンとしてあるか。
クローンとかじゃなくて、クマがまあそんな感じだもんね。16号というかね、どっちかって言ったら、ドラゴンボール知らない方は申し訳ないですけど、無から作られてんのが16号っていう人造人間なんですけど、つまり金属だけとかね、人間をいじったり、生物を改造したりして生まれたのが17号と18号なんですけど、なんかクローンとかではないよな、確か17号、18号は。人間ベースで改造して作られた人造人間みたいな。いや、ちょっとわかんないね。無から作られた可能性も捨てきれないけどね。セラフィム。ただ、血統因子が絡んでるんで、うわぁ、でもわかんねえな。クマに関しては、クマの血統因子なんてなくても、クマっぽい見た目の機械を作って、そこにキザルのレーザーさえ注入しちゃえば、機械でできたクマっぽいロボットはできんだよね。だルナーリア族の能力とかが、今のところキザルのレーザーはあるし、なんかわかんねえな。でもなんか、ミホークの剣技、ミホークが凍った津波ぶった切るあれとか、なんかあんな雰囲気ぐらいの破壊力がね、ここで、ガッガッつってね、島ごと真っ二つにするみたいなパワー描かれてますけど、これだから、ミホークの遺伝子によるものなんだったら、もうなんか単純に無から作られたとかじゃなさそうなね。機械でルナーリアの力を再現する難しい気もする。そうなんだよね。だからこのクマの形をしたあのパシフィスタは PX なんちゃら。あれはいわゆる16号タイプ。無から作られた機械だけでできている兵器。で、今回のセラフィムに関しては、やっぱり今のところ考えられるのはそのジェルマのクローンに近い作り方というかね。遺伝子操作をした状態で、1年で4歳年を取っていって、2年で8歳になる子供というか兵器。でもそれだとしたら、そいつにも自我があるはずだよね。でもそういう作り方した。まあでもそれだから、クローン兵とかと全部一緒か。もう痛みとかも感じないようにプログラムされているとかことなのか。痛みとか感情を持たないプログラムでクローン兵がつく。そんな非人道的なことするんか。いやまあでもクローン兵がそうだったからね、結局。結論はこれわかりようねえな。まあ、ボニーが絡んでる可能性もある。大量生産するために、ボニーの能力。クローン兵を作るパターンで行くんだったら、年齢操作結構必須だよね。2年も待ってられねえっていうね。血統因子配合させて、赤ちゃんみたいなのができたら、それをもう、ボニーの年齢で全部8歳にとかにしていくみたいなね。ガン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 。だから、この先の未来の、あれとしては、やっぱりこの、ボニーっていうキャラクターは、政府に捉えられる捉えられないとか、政府にとって、有益な能力を持っているとか、政府がそれを利用したがっているっていう描写があるんで、今回のこのサボの真実、サボが語りそうな真実、ここにボニーの名前が出てこなかったら、やっぱりこっち関連、セラフィム関連というか、ベガパンク関連と申しますか。なんかそっちにボニーがね、関わっていく、こう流れが見えていくんじゃないかみたいな。クマ奪還の流れからの。まあまあ、でもそう考えるとなんかいろいろ、あれだね、ボニーもなかなかかわいそうというかね、いや、そんなやりたくもない、セラフィム作りに協力された上で、自分の父親になるんだっけ？ちょっとクマとボニーの関係性がなんか確定はしてないんだっけ？そんな中、クマが奴隷にされていることを知るってことだもんね。ベガパンクによって完全に意識をもうなくされて、自我をなくされて、ボニーはそっち側。クマ奪還パートというよりは、セラフィム作りパート、そっちか。もう知ってそう。坂月やヒヤヒヤ。ボニーって永遠に生きられる。それだとボニーに役割与えすぎな気がする。ああ、なるほど。いや、だからボニーもう一生考察好きを悩ませてるよね。元はといえばボニーは、やっぱりあれだよね。アンボニーっていう、もう伝説の海賊、実際に存在していた。これから来てるとするならば、もうマジで重要キャラクターであると、海賊の中でもね。で、プラス、ロジャーの、まあ、子供というかね、ポートガス・ディ・ルージュの発言、女の子だったら、アン、男の子だったら、エースに決めてたの、みたいなね。で、アンといえば、アン・ボニーなんで、ジュエリー・ボニー、アン・ボニー、アンっていうので、もう繋がってるから、結局、エースの双子説とかね、ルフィの母親説とか、もうめちゃめちゃ考察されてきてるよね、今のとこ。で、結局年齢操作っていうのがマジでチートすぎるから、何でも可能性として紐付けられるんだよね、結局ね。自分の年齢を子供にしたり、なんだりもできるんで。実年齢何歳なんかそれも載ってたっけ、ビブルカードに。ビブルカード 100% 信じていいかもわかんねえし。ボニーはナミの母親。ボニーも革命軍。そもそもセラフィムはワポメタルなのか。ボニーはシャンクスより考察されてる。確かに。